まあ、ボールを持って、まあ、ほとんどの時間は自分たちの、まあ、攻撃の時間だったと思うんですけど、まあ、そこで、まあ、一つは決めきれなかったっていうのと、まあ、その取られ方なのか、まあ、リスク管理のところなのか、まあ、カウンターで3本やられてしまったので、まあ、前節の引き分けの後で、まあ、今日は絶対勝とうっていうふうにみんなで入ったんですけど、本当に、まあ、悔しいですね。まあ、ゴールに関しては、まあ、本当に、まあ、0-3 になってしまって、まあ、最後まで、まあ、諦めたくなかったですし、まあ、一つでも多くゴール取りたいっていう気持ちがあったので、まあ、そこが一つ、まあ、形になったのは良かったですけど、まあ、本当にみんなで勝利をするためにやっているので、まあ、そういう意味では足りないことが多いから、まあ、このような結果になってしまったと思うので、まあ、中2日しかないので、まあ、しっかり反省して、まあ、ただ、まあ、本当連戦なので、まあ、前向かなきゃいけないとも思いますし、まあ、そこは、うん、まあ、反省しつつ切り替えてやりたいなと思います。